はい、どうもお茶です。今日もギルティやっていこうと思います。本当は昨日動画上げたんですけどね、なんかねどうやら上がってなかったっぽいです。まあ、はい、こっちの不手際でね上がってなかったっぽいんでね、申し訳ございません。俺としてはねもう上げてるつもりでいたんですけどね。で、昨日撮った動画はねもうなんかもうねなんだっけ、動画上げたと思った時にもう捨てちゃったんで、捨てちゃったっていうか、まあ、削除しちゃったんでもうないんですよね。なのでね、昨日はね動画が切れませんでした。申し訳ございません。はい、最近ねなんかね結構動画上げるのサボりがちなんでね、もう心を入れ替えて昨日からはねちゃんと上げようと思った時にあれですからね。はい、いやでも今日からもう心を入れ替えてあげるんでよろしくお願いします。で、この 一生中っていうのは昨日の動画で勝ったやつですね。はい、まあでもどうせクソ動画だったんでね、昨日のはね。まあ別に、うん、まあいいかなって感じです。てか昨日も相手ジャムだったんだよな。あれかな？イバサ警戒かな？多分。崩れねえ、あ、やっちゃった。バースト早いっていうアドバイスを。実行できないわ。あれ、相手も金棒になっちゃった。ちょっと飛びすぎてるな。もうちょっとあれですよね、やべえ、遠距離戦を丁寧にやった方がいいかなっていう。無理、別にこっちから攻める必要ないんだよな、あんまこのキャラな。スタンエッジとかいう神業持ってるから、なんか足払い出ないんだけど、やばい。よし、セーバー。あれー、なんで出ないの。あー、 2K 振ったんですけど間に合わなかった。よし、勝った。オッケー、やべ、うーん、なかなかバースト使ってこないな。慎重にバースト使ってくる方ですかね、おそらくね。で、ここ多分ジャスがしてるんで、まあ、ジャンプ逃げすると思いました。ジャンプ逃げか暴れかですね。でも多分6回って直画されてもまだこっちが 4F ぐらい有利だと思うんで、まあバレられても勝てるかなっていう。バースト読まれてたね。あ、投げるな、やばられられて。さあリバーサーが出ない、ふざけんな、さっきからよ。よし、あと出た。もう真の中リバーサーに慣れちゃってんだよね。これまあ殺しきれないんで JD 置いてね。あれ、飛びすぎてる。バッタ回になってるな。飛びすぎてるって言ってまた飛ぶからな。やってない、やってない。あー、もうやってないんだって。もうんだ、コマンド精度の悪さに。ちょっと待って、落ち着こう。集中します、こっからは。あー、うぜ。あー、もうなんで直打したのに負けんの、ふざけんなよ。だからよしよしよし。あー、もう、はい、お前もリバーサー勝利持ってんだな。そうやな、使ってくる人います。多くないからさ、使わなかったけど、どんなんかやってくる。ない、もう中段立たないで頼むから。この肩身うめえ。もうエフリン貼ればいいのか。もう出ない、ふざけんなよマジで。使ってこない、嘘。あ、勝った。え、巻きた、
よっしゃー、あぶねー。あ、ちょっと後半ね、集中してあんま喋んなかったですけどね。まあトークの内容よりはプレーの内容ですからね。はい、まあ、正直トークなんてトークしないんだけどな。うん、さあブッパは当たってこない、当たってこないっておかしいな、当たらない。あーもうバカだ、やるんだったら下段だったな今な。これね片目マジわかんない、ジャム戦知識あんまないんだよな。やべ、この人ガード硬いな、めんどくせえ。セバーか投げですね、こういう硬いのね。レッドアングルを見せば、あー今習ったかな、なんだっけ、ライトライトニングで勝ち切りだったかな。しかもバースト使わせずに殺せれるっていうね。でもちょっとね、進路と違って回のライトニング使いづらいんですよね。伸びないから全然、結構スカッたりしたりねする時があるんですよね。はい、投げられて、もう昇竜が出ない、で出てもダメ。もうバーサスカーはここは、いやーちょっと分かんないな本当に。あー中断、あかんねー、どうしよう、分かんないわ、どこで割り込めばいいんだこいつの連携は。よほんと女キャラめんどくさいんだよな、ディッパーでダウン取れない時とかあるからさ、女キャラだけなんだって。あーダメだ、もうぶっぱコードを収めにしないと勝率安定しない。こっちから攻めないからな。もう村崎アナもうなんかダメだ、今日調子悪い、なんか今日調子悪いなと思ってたんだよな。エクソバースト、アモックスディッパー、こういう気ある気ほんと出ねえわ。ガード硬いな、めんどくさいな。あーもうスタンエッジ見てからね、おそらくあれですよね今のはね。つながる、すごい、何だそのコンボ、あ死んだわ、殺しきりでしょこれ。もうガード硬いわこの人、めんどくせえ。こんな相手にセバ踏みとかしてられないからな、もうバンバン崩しに行こう。立てないんだったら振るわ、そりゃそりゃ振るわ、立てないんだったら。もうそうですね、セバーと、まあ、下段のね、中段と上段のほぼ2択で今の奇跡、まあ、持続はさすがに立つよね、それ誰でも立てるわ。で投げもね混ぜてって、マジもうこんぐらいやられると本当に立てないからな。投げもセバーも下段も意識して戦うとかほぼ不可能に近い。よし、しかもそっち側、なんかもうセバーばっかだけど、まあ、おそらく次セバー意識してくるんで下段が引っかかると、で次に投げを引っ掛けていく、でまあ次固めつつ、あーもう俺の悪い癖、すぐ空投げしたがる、もう本当に学ばなすぎてやばいよ俺、自分にイラつくわ。よし黒じゃん、危ねえ、繋がってなかったのか。もうブッパダメだって何回言ったら分かんの、もう本当に頭チンパンジーだわ俺。
空対空じゃない、ずらしがあるから気をつけないとな。もう今のツタンエッジじゃないでしょう、どう考えても。 D と P 押す、なんだろう、ボタンが違うだけなんだからさ。あ、やった。今のはバカ、画面見てなさすぎる。今の勝利は、さあ繋がっていく。おそらくあれ勝利中断なんでしょうね。全然立てる自信がないわ今。そう、投げれなかった。さあ投げれない、死ぬ。これはおそらくバーサー吐かないよ、ここは我慢する。あーバカだな、ちょっと待って、アホみたいな、悪い癖を直さないと。この人ガード硬いから、なんだろうな、よし、ここまでくれたおっちゃんだ、ガッサ立たれそうですよね。うわ、はい、うまい。格上臭がすごいするんだけど。別にこっちから攻める必要はない。あー、いやー、もう投げひどすぎる。さあ読まれてる。くっそ、ジャム強いな。強いというか俺がこいつに対する対策を全くしてない。はあ、ムカつくというより自分にムカつくわ。なんだこのクソ試合、もうやだわ。ということで、はい、今日はこんな感じの動画になりました。